テラーミーネ42及びテラーミーネ43。テラーミーネ42とはドイツで作られ、第二次世界大戦中に用いられた金属製の対戦車地雷である。この地雷はテラーミーネ35から派生したもので爆風に対する改善が行われていた。この地雷の光景は生産を簡易化したテラーミーネ43である。このテラーミーネは円形に プレス加工された後半性団体で構成され、玉体中央部には大型の管圧板を備える。これは初期のテラーミーネ35の管圧板より小型で、爆風に対する地雷の抵抗力を高めてある。2個の予備新艦工が処理防止装置用として存在し、1つは側面に、もう1つは地雷の底部に設けられた。本地雷には蛍光ハンドルが付属する。 テラーミーネ42には t m ミ Z43 管圧新管が装着できた。t m ミ Z43 新管は標準的に処理防止装置を組み込んでいたことが特記すべき点である。新管を挿入し、管圧板を所定の位置にねじ込む際、脆弱な作動ピンが聞き取れる音でパキッと断ち切られる。この動作により処理防止装置が準備される。それからあと、この時代を どう解除しようとも、新化を除去するために、感圧板を回転させて、取り外そうとすれば、自動的にトリガーが起爆する。どのような形式の新化が取り付けられているかを判別することは、不可能であるため、テラーミーネから感圧板が取り外されるべきではなかった。ありがとうございます。